先頭1番の西谷隆文4番手からじわりと車を進めてくる3番の八島敏政今シリーズ2日間巻き返しの際に後ろが切れてしまっている3番の八島が1番の西谷を抑えまして先頭を奪います4番の松岡もこの動きに乗って今度は5番手中部近畿勢は下げて6番手となりました3番八島敏政先頭です1番の西谷は5人を受けて6番手から先頭3番の八島敏政です 今日は主導権取りを後ろを連れての競争になって7番の斉藤さらには2番の渡辺正幸最終ホームまだ流している3番の八島敏政1番の西谷隆文は最終周回まくり勝負になりました腰を上げました3番八島敏政先頭番手7番の斉藤2番の渡辺6番の大沢と連なってその後5番手4番の松岡義彦の体制で最終バック付近1番の西谷のまくり攻撃さあ先頭3番の八島敏政西谷のまくりは現在ラインの3番手外まで 直線勝負となったが北日本、3番の八嶋利正、島利政逃げ切って強輪2着7番の斉藤和也、3着争いが接戦。